なんか翔太くんのこともっとちょっと聞いてみたいなって改めて、うん、なんだかんだその最初の方に喋ったお父さんとの話とかやっぱ面白いなと思ったし、うん、聞いたことなかったから、うん、家で一人の時何してますかみたいなね。うん？親父と？うん、あ、俺が？翔太くんが。俺が一人で、一人の時ピアノ弾きます。ピアノ弾くかね。今日も結構ピアノ弾いてたな。大体やるのはスタンダードを何曲か、うん、その場で思いついたものだったり、ちょっと新しくいいなと思ったスタンダードとかを自分で演奏を、その場合ソロピアノで演奏してみて、うん、結構ライブさながらの状態で演奏してみて、うんうんうん、ライブさながら、うん、でどこまでインプロバイズできるかっていう、コード進行がある中で。そうだね、最近はそういうのをよくやってる。基礎練から始めて、うん、クラシックやって、うん、それをやるっていう、うん、なんかその、まあ、楽器だったり理論だったり、うん、どこに焦点を置くかっていうところが一番だと思うんだけど、うん、やっぱり俺はそんなインプロバイズっていうところに焦点を当てて練習することが多いかな。それって曲の中でですか？難しい。その曲じゃない時もある。あー、コード進行を借りた時なのか、うん、コード進行が全くない状態で自分からインプロバイズする時もあるし、スタンダード、いや、スタンダードじゃなくて、あの完全にフリーでライブを前提というか、うん、まあライブをしてるぐらい、もう本当に本気で名演を部屋でそう、誰もそうだ、ね、いない音楽会を、うん、するぐらい。今日もまずハノンやって基礎練して、あ、基礎練になるんですか？そうだね、まず、まあ、30分ぐらい基礎練して、で指、いつも俺そう左手とかすごい弱いから、あ、右と左で言うとって意味ですか？そう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 、右と左手のベースで言うと左手が全然早く動かない、まあ、そのうまくコントロールできてなくてまだ、だからそれをこう日々もうちょっと右手と近い、今の右手と近いように、はい、なるほどね、でやると右手がもうちょっと早くなっとってみたいな。あー、なるほど、ね、でもうちょっと近いようにってやるとみたいな感じになるんだけど、そういうパーカッショニストと近いところがあるかもしれないですね。そうね、こういうのがあるよね、うん、まあもうフィジカルのね、うん、方ですよね。そうだね、エクササイズ、エクササイズみたいな、準備運動みたいな、うん、30分やってで、いつもはクラシックの曲、今は月光をやってるんだけど、月光をやってる月光いいじゃないですか。月光すごいいい曲だよね素晴らしいよね。それの第2楽章がすごい好きで、はいはいはい、それを練習して、まあ、1楽章も やるんだけど、うん、今は、ね、2楽章。やっぱピアニストにとって切り離せないですよね、多分。切り離せないね、特に楽曲は、うん、クラシックっていうのは自分がやりたい音楽には切り離せないところにあるなっていう感じがする。まあ、本当にいろんな音出てきますよね。なんか。そうだね。ね。やっぱり、その、なんだろうな、一個のメロディーをシングルノートで歌うだけでも、それの深さっていうか、もう 0.00 何秒のニュアンスありますよね、うん、でなんかそれがなんかクラシックの人ってジャズと違ってそのテンポを動かす、うん、まあジャズでも動かす時あるけど、うん、そのインテンポ、まあそうですね、インテンポの中でもインテンポがタイトじゃないっていうか、それがこう息吸って吐くタイミングの、その吐く時にこうやるみたいな、うんうんうん、そういう
ところで、その体の使い方とか、はいはい、それの全神経がその元にこう、うん、入るみたいなところは、そうですね、クラシックはあれ、うん、多いですよね、うん、指揮者とやったことあります？ないないですか？ない。また違う世界でしょうね。違うだろうね。それも呼吸だろうね。でも呼吸でしょうね、うん、だって十数人また何十人でしょ、うん、ワーンって合うからね、全部が。あれは呼吸ですね。呼吸だね。あれは練習っすね。そうだね。すごいと思う。指揮者の人と喋ったことが僕はなくて、うん、変わった世界ですよね。変わった世界だね。変わった世界っていうか、まあ、あの一つの世界、まあ、あっちが先ですけどね、うん、ジャスミン本当にそうだよ。でもクラシックはクラシックでジャズとかにすごい影響を受けてて、うん、あ、時代的 な最近の、まあ、最近の話だね、まあ、20世紀以降ってことですね、うん、まあ、もちろんジャズもそれこそクラシックに影響を受けてできたものだと思うけど、うんうん、そうですね。そっからの流れは絶対あるけど、うん、その出来上がってきたジャズっていうのにまたクラシックが影響を受けて、うん、ちょっとジャズっぽいフレージングみたいなのがあったりするの。ああ、クラシックの中で、そう、まあ、影響し合って今もまだ時代を作ってる最中ですよね。そうだね。今で言うとやっぱり現代音楽とか、現代音楽はまあフリージャズとかなり、うんうん、近いところがあるね、うん、でもなんかこう近くあり対極である感じだよね。目指すものがまたねちょっと、うん、なんか最近の俺のイメージでは目指すところが近くて、でもそれに向かうアプローチが違う、アプローチが全然違うっていう感じがする、うん。俺には分かんないけど、もしかしたら頭の中で一回ライブをしてそれを譜面に起こす人と、最低限の情報を持ってライブに臨んでその場で何かを起こす人と、うん、順序違うと思うけど、うん、それは端的にジャズとクラシックで結構違うところがあるのかな。でポップスと似てるなと思うよね、逆に。あ、それを、うん、ここで何が起きるかっていうのを計算して作っていくっていうのは、うん、フィルインを決めたりとか、そう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 、そういうようなもので、ここでハッっていうアーティキュレーションがあらかじめ決まってるものに対してどうやるか、ね、そう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 。だからジャズはそれが全部、うん、流動的っていうか、流動的、うん、それが面白いんだよ ね。その日のそいつのテンションにかかってるから、うん、かなりもうリハーサル始まる前からもうライブ始まってますよね、うん、始まってる。リハーサルでもう結構、うん、分かったりするもんね、どうなるか、うん、その日。まあそれが逆に、うん、例えばリハ良くて本番悪い時もあれば、リハが悪くて本番めちゃめちゃいい時もあるんだけど、うーん、リハだけでは分からんけど、うーん、でもそいつなんかその人の調子みたいなのが分かったりもするし、あとジャズはファーストとセカンドあるじゃないですか、うんうん、それで全く違ったりとか、ね、そうだね、よく聞きますよ、そういう話は。ファーストめっちゃ悪かったけどセカンドめっちゃ良かったとか、何があったんでしょうね。あったんだろうね、なんかでバンド内で話したんだろうね、いろいろ。いや、その時間ですよね、多分、うん、それが大事だと思う。うん、そっちの方が多いんかな、うん、どっちかっていうと、うん、その逆だとしたら
飲みすぎとか疲れたとかたまにあるね。ファーストがめちゃくちゃ良くてセカンド尻すぼみみたいな時もあるけど、うん、でもそれはね単純演奏時間が長いと思うし、やっぱジャズってロックに比べたら、うん、まあなんか起きますよライブの中で絶対。そうだね、わかんないんだよね。だからその、うん、複数の人とさっていうかそのいろんな人と一緒に音出してるでさ、うん、それがうまいことファーストでうまいこと言ってセカンドでさらに良くなる場合もあるし、うん、やっぱりその精神力とかも絶対関係してくるとは思うけど、うん、でも、まあ、そのお互いのことだからやっぱり分かんなくて、うん、そうですね、やっぱりファーストで良かったけどセカンドで悪くなっちゃう時もあるね。うん、やっぱ人とやるのが前提ですもんね。そうだね、人とやるってのがロックバンドでいう人とやるとまたちょっと違うな、うん、任せてるから、うん、かなりの部分を、うん、音楽の、うんうん、一泊一泊。そうだね、ありますもんね。その任せないと面白くないんだよね。でしょうね、じゃないと有用的にならないですもん、うん、そこでなんていいことをしてくれるのみたいなそれ俺考えてなかったみたいなそうそうそう、あ、じゃあ俺いらんわってなったり、あーもう弾かないのも、うん、音楽ですか、うん、じゃあこう行こうって言う時もあるし、なんかそれはその時のその人の出てきたものによる、うん、あ、それやるの俺これやり続けるけどやり続けたとしたらどうするのそうそうそう、それもあるね。それはなんだろう、ある意味身勝手だけどなんか超信頼してる、あの、うん、連れに対してのね、すごくいい意地悪にもなるし、無理のない関係っていうか自分のペースを保つつ、やっぱり自分だから自分っていうのを保つつ人の人とこうどう付き合うかみたいな。かなりねセックスしてますよねそうだねすごい近いと思うな、うん、フィジカルだし、うん、そうだね、意見交換っていうかね、うん、あれインカムつけたらどうなるんですかねライブ中でいいよ、うん、とか言って C4 ビート行くから行きます、はい行きます、ワン、ツー、スリー、フォー、それはそれでどうどう、それ新しい音楽だね、ルックス的には面白いよ、面白いね、あ、どうなのかな、 CCB みたいな転調するよって言ってえ、どっちって言って上でもまあそれがあると面白くないっていうのもあるよね。面白くないけど面白い、ね、面白い、逆的には面白い、多分ね、うまくいかないと思うふざけると思うし、しかもちょ、客席見て、一番前の人見てズラじゃねえそういう話はライブ終わってから言うときはあると思う飲んでるときだ、ね、飲んでるときにあの人ズラだったよねみたいな話言うときはあるけど、うん、っていうか、なんかやっぱりお互いのその予期せぬところに面白いところがあるっていう楽しさっていうのはやっぱりあるね、うんうん、偶発性を狙ってるっていうのはあるし、うん、でその偶発性を必然性に変える力がどこまであるかっていう、うん、そうなると音楽の美しいところに行くと思う、うん、そこに妙理があると思うな。そうだね、偶然起きたものだけが美しいじゃなくて、うん、そうそうそう、それは偶然起きたものとしてそれはあの評価されやすいけど、うん、じゃなくて狙ったものを偶然起こす、だから必然性の話は、
ミオリかな、やっぱり、ね、あのそうだよね、うん、そうだよね、それが一番いいもんねっていうか、うん、一番いいことをしたい、うん、そうだね、その時と、その時一番いい選択肢を選びたい、うん、そうなるとそうなるよねみたいなのが、うん、俺が音楽の一番好きなところ、酔っ払ってきたよ。おう、おういえ、おういえ、こっから始まるわけですね。ちょっと疲れてもきたし。うん、寝ろって言われたら寝れますもん、ね。いや全然ね、まだ、ね、大丈夫だけど、うんうん。でもいつ寝るか分かんないから。寝よ。寝たことないですもんね。寝た、寝たことない。人生で。ずっと目開いてるもん。怖っ。やばいやつ。ウサギと一緒だね。ウサギって目開けてるの？ウサギ目開けて寝るから。へえ。魚もそうだね。魚もそうだね。でも翔太くんのその。どうやって練習してるかとか、うん、一人で何を大事にしてるかとかはすげえ良かった。あ、本当？かなり人によってもう全く違うと思うんですよ、うん、いや練習なんかしないよっていう人もいるかもしれないし、うん、まあいると思うよ、うん、そう、なんか練習をする中でいろんな考え方が人それぞれあって、うん、この話ちょっとしてこうかなって思うぐらいいいなっていう、うん、あ、本当？だって毎日繰り返してることってすごい面白いと思うんですよ、面白いね、俺もあるし、うん、なんかこれからゲストで来るプレイヤーにはちょっと聞いてこうかな、うん、その理由があるじゃないですか、続けることの、うんうんうん、続かないことってね理由がね浅はかなんですよ、うんうん、憧れとかとりあえずやってみようとかじゃなくて、うん、まあ言ったらもうね何年もほぼ毎日やってることってあると思うんですよ、うんそうだね、プレイヤーは、うんうん、そこって面白いと思うんですよ、 ね、そこになんかこうその人の、うん、なんかそのわかる、重みというか、重みというかね、この話絶対面白いですよね、面白いね。ピアニストは俺の中では割と特別な立ち位置の楽器で、うん、まずどう考えても他の楽器のプレイヤーより触り始めた年齢が若い、うんうんうん、子どもの頃から絶対やってる人が多い、うんうん、まあほんと大多数だと、うんうん、ギターとかドラムに比べると、うんうん、やっぱクラシックの素養はね ほとんどの人があると思うんです、うん、で音符が読めるとか、読めるとかね、うん、そう、ジャズピアニストって言ってクラシックめっちゃ上手い人もいるし、いるね、え、なんでこそんなに曲弾けるんですかね。そうなんですよね、そういう人に俺はもうやっぱりそのジレンマっていうか、うん、俺クラシックやってきたけど真剣にやってこなかったから、あ、で今やってるの、ああ、いい、ああ、なるほど、そうだと、そ、なるほどね、そう、 あるね、そう、なんかやっぱりやっぱり絶対的な楽器のうまさとか、うん、楽器のうまさはありますね、うん、それができればやっぱり可能性が広がるじゃんね、確かに、うん、まず体が動くっていうのはアドバンテージだから、そうそうそう、アドバンテージだから、それで何にも弾かないってことを選べばいいわけだし、そう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 、その選択肢がある中で何をするか、そうそうそうっていう。
まあ結構弾けちゃうと弾くのが好きってなる人もいるんだけど、そうなんすよ、うん、でやっぱりいっぱい弾いちゃうみたいな人もいるんだけど、で俺も全然いっぱい弾けん割にいっぱい弾いちゃう瞬間はいっぱいあるんだけど、うん、でもやっぱり最近はそうじゃないなって思って、聞かないという選択肢を選ぶ、うん、そう休符を歌うっていうか、そこで、うん、無音の音楽、うん、そこでもインプロバイズするっていう、でもそれも今はそうだね、またね変わってくるんでしょうね、変わってくるよね、そういうことを繰り返しながら、うん、死ぬんでしょうねずっとやるってことでしょ。そういうこと、そうだね。変化を。うん。完成せず、うん。そうだね。で、それの節目として CD を作るっていうのがあるのはいいことだなと思った。その、今の自分を記録するのはとてもいいと思いますよ。その時の、その時今僕が思ってること、その例えば IC レコーダーとかで撮るんじゃなくてさ、もう形にして世の中の人に発信して、俺はこういうことがやりたいんだっていう責任を持ってさ、責任を持ってね、うん、発信するということはね、うん、ただ音源を残すだけじゃなくて、うん、人の耳に触れるものにする、うん、っていうのがすごい大事なことだなと思って、うん、やった次第です、うん、そういうことの繰り返しですよね。繰り返し。だからそれ CD1 枚作れば終わりだとは全然思ってないし、うんうんうん、そっからそうだね、そう、例えばそのトリオでツアー回ってそのアルバムより絶対いいテイクをやったろうって思うし、うん、でそれがそのトリオが終わって違うグループになるかもしれないし、うん、っていうどんどん動いていくんだけど、なるほどね、そうなってもやっぱりいい音楽を目指していきたいよね。うん。